海軍が日立桜島で建造した海防艦で普遍的にはエトロフ型海防艦の9番艦とされている。海軍省が定めた公式例別では占い守る型海防艦の13番艦。この名を持つ帝国海軍の艦船としては地球型防護巡洋艦の平戸に続いて2代目。艦名の由来は長崎県の平戸島から。海防艦平戸は 太平洋戦争で日本海軍が運用した海防艦。エトルフ型海防艦の9番艦で、日立造船桜島工場で建造され、1943年9月28日に、竣工した。横須賀防備隊に所属した後、11月1日付で、第二海上護衛隊に編入され、横須賀中部太平洋方面の船団護衛任務に従事した。 1944年3月から末輸送に従事した。5月15日、第一海上護衛隊の指揮下に入る。日68戦団護衛中の7月18日、第一海上護衛隊に編入された。8月中旬から日71戦団の護衛に従事し、平戸は戦団部隊機関として空母を高谷特務観測級等の沈没に遭遇した。 復興の日72戦乱を護衛中の9月12日、アメリカ潜水艦、グローラーの来撃により、平戸は、駆逐艦式並みや、加入船舶と共に撃沈された。丸ル計画の解剖艦光型、第310号艦型の9番艦、歌唱艦名第318号艦として計画。1942年11月2日、大阪鉄工所桜島工場で起港。 1943年5月25日、平戸と命名。本籍を横須賀鎮守府と仮定され、占い守る型解剖官に類別される。6月30日、浸水。8月25日、偽装院員事務所を設置し、偽装院員長に瀬川岩尾少佐が着任。9月28日、春行。瀬川少佐は平戸解剖官長となる。同日府で、 平戸偽装院事務所は撤去された。本席を横須賀鎮守府に定められ、横須賀鎮守府の警備解剖官となる。横須賀防備戦隊に編入された。巡航した平戸は横須賀に移動し、訓練を行った後神戸に移動。10月4日、1系型戦時標準貨物船玉用丸を護衛して神戸を出港。5日、長浦に到着。16日、 玉陽丸を護衛して、長浦を出港。19日、室蘭に到着。21日、平戸は室蘭を出港し、24日に長浦に到着。25日、7025港船団を護衛して、長浦を出港。26日、船団は神戸に到着。31日、8031船団を護衛して、神戸を出港。 11月1日、戦団は長浦に到着。同日、平戸は第4艦隊霊下の第2海上を護衛隊に編入される。その後、平戸は横須賀に移動した。11月13日100、平戸特築艦がみなりは海軍庁用船山区に丸太輸送船号席からなる第3113戦団を護衛して横須賀を出港する。 公開中の15日、海上護衛総司令部の新編に伴い、第1海上護衛隊と第2海上護衛隊も総司令部令下となる。24日、第3113戦団部隊はトラックに到着した。平戸はしばらくトラック白地で待機する。12月5日、解剖艦2隻は特設運送船秋葉山丸と特設運送船。 総用丸からなる4 2 0 5号津船団を護衛して、トラックを出港する。7日昼、4 2 0 5号津船団部隊は、北緯13度30分統計155度20分、北緯13.500度統計155.333度、13.500155.333のサイパン島、東方400キロ地点で、アメリカ潜水艦ポーギーに発見される。 ポーギーは二隻の目標に対して、魚雷を4本発射して2本が命中。ついで魚雷をもう2本発射して1本を命中させる。魚雷は双葉丸の機械室他に3本命中し、火災を発生させた。双葉丸は、航行不能になった。平戸が爆雷攻撃に入る前に、ポーギーは巧みにこれを交わした。秋葉山丸は、三倉に護衛され、サイパンに向かった。 ポーギーは夜になって浮上し、消火に成功したものの航行不能の総陽丸に対して、魚雷を2本発射して、2本とも命中させて、ようやく撃沈した。総陽丸の沈没時間は12月8日0228と記録されている。乗船中の第3運航指揮官を戦死した。10日、4205オツ船団はサイパンに到着した。12日、 4205オツ船団部隊はサイパンを出港した。20日夕刻から夜にかけて4205オツ船団部隊は横須賀に到着した。12月25日0700、平戸は海軍徴用、船松丹丸、同桂木山丸からなる第3225船団を護衛して横須賀を出港する。1944年1月4日、 トラック白地到着直前に、桂ツ山丸が、味方嫌いに触れて沈没してしまう。まもなく船団は、トラック白地に到着した。1944年1月11日、特設運送船御嶽山丸ヤ輸送船3隻から、なる第411 1船団を、駆逐艦白路、苦戦艇、第29号と共に護衛して、トラックを出港する。 二十一日千六百三十船団は、横須賀に到着した。二十五日零七零零平戸、海防艦石垣、苦戦艇第五十二号は、海軍徴用船花川丸田輸送船二隻からなる、第三3125号港船団を護衛して、横須賀を出港する。三十日、船団は、北緯十一度十二分、統計百四十九度二十八分、北緯二十一 21.200度統計149.467度、21.200149.467の裏カス島の東方 600km 地点付近で、アメリカ潜水艦、スピアフィッシュに発見される。スピアフィッシュは戦後に来撃を行い、特設運送船玉島丸の延中央部に、巨大一本が命中。10時30分、玉島丸は沈没した。 スピアフィッシュは他に護衛艦一隻にも打撃を与えたと判断した。平戸は爆雷46発を投下するが、スピアフィッシュに損害はなかった。2350、対戦相当の支援のため特設苦戦艇大八景、丸が戦団に合流。31日、第八景丸は戦団から分離してサイパンに向かった。2月7日、戦団はトラックに到着した。 2月9日、輸送船2隻からなる輸送船団を護衛して、トラックを出港し、12日にサイパンに到着。その後引き続き船団を護衛して、横須賀に戻った。その後、平戸は東京湾に移動。3月上旬、平戸は松輸送に従事する。第11水雷船隊司令官、高間艦少将座城の軽巡洋艦、立田以下、護衛艦艦艦,艦艇は、 陸軍輸送船高岡丸太輸送船11隻からなる東松2号船団を護衛、サイパングアム方面への船団護衛任務に就くことになった。船団は3月12日未明に、キサラ臓木病地を出港した。13日未明、機関、タツタ及び輸送船国高丸は、アメリカ潜水艦サンドランスの雷撃により沈没する。うずと平戸は、 米潜水艦に対し爆雷攻撃を行い、この間に高間司令官は、タツタから駆逐艦のわけに移乗して、機関を変更した。横須賀陳府部隊は、艦艇や航空機による支援を実施する。タツタ生存者は、宇月から遊雲型駆逐艦玉派に移常した。平戸湧に、高丸の生存者を救助した後、玉派と共に東京湾に戻った。 3月22日、平戸は海軍徴用戦艦安丸太輸送船11隻から、なる東松3号輸送船団に所属して、東京湾を出撃する。船団機関は、修理を終えたばかりの軽寿命艦、夕張。夕張以外の護衛艦艇は、駆逐艦、解剖艦、水雷艇、大鳥、苦戦艇3隻。25日、苦戦艇54号が、 アメリカ潜水艦ポラックに撃沈される。平戸は対戦相当を行った。27日、平戸は洋島南方で敵潜水艦撃沈を報告した。28日、パラオ行船団はサイパン行船団と分離する。だが米軍機動部隊出現の方により、パラオ行船団も4月2日サイパンに被退した。4月7日、船団はサイパンを出港し、 米軍機動部隊来週の情報により、船団は、ヤップ島に被迫した後、14日パラオに到着した。5月15日、平戸は、第一海上護衛隊の作戦指揮下に入った。5月28日0600、平戸、特設砲艦火山丸、急接網艦白鷹は、貨物船豊岡丸田輸送船も席からなる眉礼に、船団を護衛して、マニラを出港した。 6月1日0 4 0マ眉礼2戦団部隊は、海南島、二で林に到着した。3日1920、護衛隊3隻は、豊岡丸隊輸送船9隻からなる手礼6、A 戦団を護衛して二で林を出港する。13日、戦団は、文字に到着した。0800、特設運送船万光丸を護衛して、文字を出港し、同日中に、 佐世保に到着、佐世保海軍交渉で修理を行う。20日、平戸は、佐世保から文字に移動する。1930、特設運送船朝霞丸田輸送船11隻から、なる、日67船団を、駆逐艦朝顔、呉竹、解剖海防艦平戸、倉橋、第2号、5号、13号、旧節毛艦白カが護衛して、文字を出港する。十九日、 日67戦乱部隊は、北緯17度13分統計118度18分、北緯17.217度統計118.300度、17.217118.300のルソン島サンフェルナンド沖でアメリカ潜水艦バングに発見される。バングは1517に日67戦乱部隊に向けて、魚雷を5本発射。 特設運送船ミリーマルの左舷船橋した陸軍配当船ク、枠丸の左舷選手にそれぞれ一本ずつ命中したミリーマル、サラワク枠丸とも損傷したが沈没は免れた攻撃後バングは125発もの爆雷を投下されたものの被害はなく浮上した時には船団の姿は消えていた三十日1九百0六十七船団部隊は マニラに到着した。7月3日0600、損傷した皿はマルミリーマル他マニラ止まりの輸送船2隻を分離した日67、船団部隊はマニラを出港する。9日1640、シンガポールに到着した。7月14日0720、解剖艦平戸、倉橋、第13号、20号、28号、急接毛艦白鷹は、 特設運送艦製川丸マタ輸送船6隻からなる、被68船団を護衛して、シンガポールを出港する。公開中の7月18日、第2海上護衛隊の解体に伴い、ヒラドは第1海上護衛隊に編入される。20日1300、被68船団部隊は、マニラに寄港した。この時、 軽空母3隻による第一航空艦隊向け航空機輸送を兼ねた日69戦艦部隊がマニラに到着した。加入船の顔ぶれを一部改め、解剖艦草垣と大高が日68戦艦に加入23日0600にマニラを出港した。11.5ノットの速力で北上したが25日に至ってアメリカ潜水艦アングラー フラッシャー及びクレバルからなるウルフパックの攻撃を受ける。この攻撃で陸軍輸送船秋丸及び東山丸、低新章標準 TM 型単艦大鳥を取り山丸が沈没し聖川丸が損傷するという被害に見舞われた。平戸は損傷によりを落とした聖川丸を護衛した。27日1100、168戦団部隊は台湾高雄に到着する。 聖川丸と平戸は正午過ぎに到着した。ここで損傷した聖川丸太輸送船2隻が分離、草垣も台湾に残った。28日2000、十八8船団部隊は高尾を出港した。8月3日、広十8戦団部隊は文字に到着した。広十8戦団部隊に参加した解剖艦各艦は佐世保海軍交渉で修理を行う。 8月9日1600、平戸は、佐世保を出港し、2232、伊万里湾に到着した。10日0500、特設運送船朝日東丸野球かけ艦イラゴなど、タンカー及び輸送船、合計20隻からなる、非71船団を、大高型航空母艦大高、遊具型駆逐館、藤波、神風型駆逐艦遊うなぎ、解剖館平戸、倉橋、 ミクラ、湘南、第11号という戦力が護衛して、イマリ湾を出港した。平戸には、第6護衛戦団司令部が乗り込み、梶岡貞道海軍少将が非71、戦団部隊の指揮を取った。15日1830、戦団は、魔皇に寄港して加入戦の顔ぶれを一部改め、17日0800に出港する。本戦団の重要性を考慮し、 駆逐艦朝風と佐渡艦長式下の第三相当小隊が追加された。しかし、18日明け方に非71戦乱部隊は、アメリカ潜水艦、レッドフィッシュの攻撃を受け、タンカー A 広島が損傷、夕なぎの護衛下で台湾高雄市に撤退した。同日夜から翌19日朝にかけて、レッドフィッシュの通報で集まってきた米戦ラッシャー、ブルーフィッシュの2隻からなる。 ウルフパックと、単独で紹介中に通報を受けた、米戦スペードフィッシュの攻撃を受ける。この攻撃で空母大高、給油観測級、火脚船低アマル、陸軍特殊船田松丸、特設運送船低用丸が沈没し、特設運送船の白丸、火脚船泡丸が損傷するという被害に見舞われた。船団各船はバラバラになり、 サンフェルナンドに集結するよう命令を受けて19日正午までに集まったのは輸送船5隻と護衛艦4隻だけだった。21日0637に船団はサンフェルナンドを出港し午後7時頃マニラに到着した。その他の船はバラバラにマニラへ到着した。また、対戦相当を終えて船団に合流するべくマニラに向かっていた解剖艦末はサド・ヒブリは 22日早朝、マニラ入港直前に、アメリカ潜水艦、ハーダーとハットの攻撃を受けて全滅した。マニラで加入船の顔ぶれを改めた船団は25日1650に、マニラを出港。途中で、ミリ行きの艦船を分離し、9月1日午後2時に、湘南に到着した。駆逐艦式並三9月6日0630、朝霞ルタ輸送船5隻、 護衛隊5隻からなる、非72戦団部隊はシンガポールを出港した。平戸には引き続き、第6護衛戦団司令部が乗り込み、戦団護衛部隊の指揮を取った。駆逐艦式並みは、損傷を内地の呉海軍交渉で修理する予定であり、戦団護衛に協力するよう命じられていた。9月11日、陸軍特殊戦機ビツマルタ輸送船2隻からなる。 マモ03戦団と超えの第19号区選艇が戦団に合流した。9月12日未明、戦団は2 7トル離れた位置にいたアメリカ潜水艦グロウラーのレーダーに探知される。グロウラーは米戦パンパニとシーライオンとウルフバックベン、エスバスターズを構成していた。グロウラーは戦闘配置を加盟。グロウラーは戦団のほぼ正面に位置し、015後。 グロウラーは正面の駆逐艦に対して巨雷を3本発射。うち1本が平戸に命中。平戸は閃光を発し、水中が消えると同時にその姿を消した。第6護衛戦団司令官も戦死した。護衛部隊機関を失って混乱しバラバラになった戦団各船は同日夜明け頃から夜にかけて、米戦シーライオン、パンパニとの攻撃を受ける。この攻撃で、 海軍徴用船南海丸と、火脚船学用丸、陸軍配当船勝時丸、1TM 型戦時標準タンカー水砲丸が、沈没するという被害に見舞われた。オクラやクラハシが反撃を試みたが、12日朝、海南東東方250海里で、敷き波が、グローラーに撃沈される。船団は各船バラバラのまま、13日に海南東サーマに到着した。 平戸では、第六護衛戦団司令官、梶岡貞道少将、解剖官長、瀬川岩尾詳細課上院106名が戦死。第六護衛戦団司令部職員26名、上院七74名が救助されたが、そのうち上院7名が、沈没時の負傷が元で死亡した。平戸の沈没地点は、海南東東方沖、北緯18度15分統計114度20分。 国位18.250度統計114.333度、18.250、114.333。1944年11月10日、平戸は帝国解剖艦席と占い守る型解剖艦から除かれた。平戸の艦名は海上自衛隊の総海艇、平戸に引き継がれた。瀬川岩尾少佐。 1943年8月25日から1943年9月28日、瀬川岩尾少佐。1943年9月28日から1944年9月12日、戦死。同日、海軍中佐に特進。ありがとうございます。